何をやらしてもうまいっていう感じのジミーです。ジミーのですね、テクニカルサポート、TS の時間です。いつ決まったんで TS、それではサクサクといきましょう。40年間トラッドロック聴いているのですが、出して1年しか出してないんですけど、そういう意味じゃないですね、トラッドロックの意味はね。まあまあ40年前からまあそういう、まあ私がトラッドロックと呼んでいるような音楽を聴いているということですね。はい。地味編の良さがわからないのですが、ギターがうまいのはわかるのですが、でも聴いていて、今回のジミも買って聴いています。ギターがうまいのはわかるんですが、でも聴いていて、今回のジミも買って聴いています。質問、ジミの楽しみ方を教えてください。ジミの楽しみ方したことじゃないですね。はい、次です。さあ、ジミの楽しみ方について、まあ40年間トラッドロックを聴いていて、ジミの良さがわからないっていう人がいるんですけども、これはね、良さわかるとかわからないとかっていうのはね、わかんない人はわかんないし、わかる人はわかる。それは別にジミ・ヘンドリックスに限らずですね、どんな音楽もそうだと思うしですね、それは食べ物だとそうですよ。もう私はもうウニさえあれば生きていけるっていう人と、ウニだけは食えないと、これと同じことですね。これはまあ趣味嗜好の世界ですから、無理にもうその楽しもうとする必要ないわけですよ。はい。ですからですね、その地面の楽しみ方を教えてくださいって言うんです。まあライブに行けば死んでるっちゅうね。ほな。